はい。ああ、ようやく取れた。なんか、ふわっちのバグなんかで、もうすぐ配信が始まるようからね、ちょっと固まって取れなくなってたんですけど、なんか、いろいろわちゃわちゃしてるみたいで。問いしないよ。なんか、問いだってないもん。もう、問いしないしない。ほんと好きよね。動画は？何の話？一応。どういうこと？ 急に動画は言われても何の話なんだけど。いやー、なんかすごいわちゃわちゃしてるみたいですね。そう。うん。そうだね。てか、足手まといが今楽しく話せる枠ってあるの？すげえわちゃわちゃしてるなっていう。でもお前、問いばっかりはあれだろう。問い、ないんかい。ないんだって鼻からないやんけ、お前。スノーみたいな言い方になっちゃった。そっか。いや、でもさ、まだ問いなの。まあいいけど、もう問い。めっちゃわがままやん、なんか。だからってもう、また問いすんのっていう。問い、それ問いしたいだけやん、言うて。もう、問いしたくてたまらん感じじゃん、それ。初見さんいらっしゃい。どうもどうも。いやー、でも問いしたところで、ねえ。いやー、まあ、もうだって問いしたところで、じゃあ、問い、また問いって、もう問いないもん。問題ばっかりやってもね、問題俺もうないよ、だって。問題出して出して言われる、ないだもん。タコ？何の話？はあ、タコ。まあでもタコはね、美味しいよ。言うてね。タコ刺しとか、イイダコ。イイダコね、僕結構好きなんですけど、イイダコって知ってる人います？このちっちゃいね、本当にね、手のひらさ、手で握れるレベルのタコ。で、卵がいっぱい、こう、詰まってるから、まあ、イイダコって言うんですけど、あれはでも美味しいよ。あら。なんか言われてたの？いろんな枠、行き回っとるやん、じゃあ。まあ、行き回るな、行き回るで、まあ、いいんだけどね。そう。まあ、別にそれを止めるつもりも、もとないんだけれど。まあ、わちゃわちゃしてんなっつっても、みんな逃げてきたんだ。 まあなんか、わちゃわちゃしてるところで下手にコメント書くとブロックみたいなのされちゃうからね。まあ、もみもみされたらされたで楽しめばいいんじゃない？そのもみもみ感を。え？まあ、そうなの？そういうこと？
避難所なの、ここは。こんばんは。まあ別に自由でいいんじゃない、そこは。なんかこうするとか決めなくても。いや、タイトル変えようって言われてもね、うん、いや、お前ほんと問いしたいだけやんけ。え？それも完全問いしたいだけになっとるやん。もう問いね。いや、この足手まといさんっていうのは非常になぞなぞ好きな人物で、なぞなぞしたいなぞなぞしたい言うて毎回言われてるんだけど、はい、そんな感じです。私もなぞなぞをしたいと言われましてもっていう。何すの、もう。ああ、もうめんどくさい。どういうこと？本当に。もうちょっとさ、こう。ねえ、もう、めんどくせえ。どいつもこいつも好き勝手言いやがって、本当に。いや、いいのよ。その、荒れるなら荒れるで、まあ荒れないなら荒れないで楽しくやれば、いいような気がするんだけど、問いって言われても問いを思いつかんわ、私。本当に。いや、俺もたまには問い出される側になりたい。何？誰か来てるわ。ああ、師匠か。お疲れ様です、師匠。あー、問いタイムだー。問いタイム言うても問い、なんかあるの？スノー君が上がっていた枠がどの枠かもわからないね。スノー君が上がっていた枠はどの枠かもわからない。私はただタコの話を教えるだけなのに、うん、いや、だけなのにって言われても私困りますけどね。だからこの枠一回この、はい、その話はない。もうここは海外。海外？ここは海外。もうね、日本で起こっている、今この日本のフワッチで起こっている揉め事はわからない。だってここは海外だもの、うん、海外。うん。だからもう、楽しいお話をする枠に。まあなんか巻き込まれたってことね、要するに。いや、私は全然巻き込まれてないよ。あ、そうなの？うん。なんか、ただどこ行っても、なんか、ダラシャシャレーみたいな感じになってるから、なんか、楽しいお話がしたいなって思って。楽しいは、うん、私は楽しいお話を聞きながらタコを食べながらお酒飲みたかったんだけど。タコ？うん。いや、タコ買ったの、うん、ペットってこと？違う違う、あの、食用。食用のペットってこと？うん、まあ、死んでたものを買ったからペットっていう枠組みにしていいのかどうかわかんないけど。じゃあ死体ってこと？そう、タコの死体を買って食べようと思ったの。うん、タコの死体ね。タコの死体は死体を買う。そう、そっか。まあ、死体を買ったんだね。なんか、お酒とか、なんか、美味しいご飯の話をしてて、うん、他の枠で。だから、なんか、私も、明日も休みになったの、うん、急遽。私の仕事。うん、だから、お酒飲もうって思って、楽しい話を聞きながら、コメントしながらお酒飲んでタコ食べようって思ったんだけど、でも、なんか、買い物から帰ってきて、じゃあ、今からじゃあタコ、行きますかって思った時に、なんか、すごいなんか、ドッカンバトルみたいになっちゃって、うん、だからタコ食べるの我慢してたんだけど、うん、でもなんか、うん、収まんなくて、なんかすごい大きくボン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 ってなっちゃって、うん、
で、だから小学生が私は一人で、うん、なんか、じゃあ、足でまといがその中心人物っていうこと？え、全然違うよ。あ、違うの？うん。なるほどね。で、なんかドッカンバトルになっちゃったからしょうがないから私は楽しい話を。ドッカンバトルはドラゴンボールだね。カカロットそう。それで、まあ、なんで、うん、はい。ね、一人寂しく今タコを食べながらお酒を飲んでて、うん。だから、楽しい枠とかのお話をしたくて。すごく暇だからここの枠に来ましたって感じやん。うん、どこもドッカンバトルだから、ちょっと楽しくお酒が飲みたいなって思って。うん、あ、なるほどね。だからここで問いをしようと思って。問いはいいよ、もう。問いは。問いもう良くない？まだ、だって問い、問いもない？え、まあ、タコ食えよ、とりあえず。タコはあともう1個しかないから取っといてんだよ。うん。気持ちわかる。ありがとう。KP です。KP! いや、今日ちゃん、6個セットの安くなってる。お酒買ってきたんだ。はぁ、あ。何？日本酒？え、違う。普通の缶の酎ハイのさ、あるじゃん。1本ずつじゃなくて、6個が、うん、紙にくるまって。あるある。6個セットで売ってるやつちゃんと買って、うん、私はもう、もうルンルンで帰ってきたらなんかドッカンバトルだったから、ちょっと、このやる、どこにも行けないこの気持ちを、ウィソロクの枠で、発散しそうか。そういうことね。うん。うん、ここで発散をしたところで、ね、なんかどう発散したいの？いや、今日すごいタコ以外にも買ったんだよ、いろいろおつまみ。サラミ買ったし、サラミ買って、ね、うん、あとなんかスモークされたなんか、変な肉みたいな、鶏のお肉みたいな。あ、スモークチキンね。あ、はい、そのままやんけ。それな。そのままをなんでそんな詰まった？出てこなかった、その方法。スモークチキンね。はいはい。それを買って、もう、うん、いいじゃん、もう。サラミとタコとスモークチキンだよ。うん。それを。でもタコなくなるけどね、もう。え、タコあと1個あるから大丈夫。これは最後に食べる。タコの何なの？タコの刺身なの？そう。なんか茹で済みの、うん。生食用みたいなやつ。茹でたら生食やないやんって話だけどね。じゃあ、そのまま食べられる茹で済みの、うん、なんかあるじゃん、タコの お寿司に乗ってるタコ。うんうん、あれね、うん、それを買ってきて、うん、あと 1タコ足ぐらいしかないから、これ冷蔵庫入れとかないと悪くなっちゃうわ。これ冷蔵庫入れとくには、まあ、俺タコとか刺身っていうより焼いた方が好きだけどね。たこ焼き？正直違う、たこ焼きって普通にタコ焼く。焼きタコってこと？焼きタコってこと。あー、美味しいね。焼きタコの方が好きだけどね。焼きタコって食べることある？そんなに。あんまりないかな。私もあんまりわかんない。タコを焼いた。イカとかだったらよくあるよね。居酒屋にイカ焼き。うん、あるある。タコを焼いただけみたいな。あ、嘘、私、この前食べたわ。うん。なんか一人で安楽って言ったの？なんか焼肉が食べたすぎて。うん。その時になんかタコ、あった、タコ、生のタコがボーンって出てきて、焼いてね、みたいな。うん。食べたわ。うまかった。うまかったんだ。うまかった。まあ、うまかったなら何よりだけれどね。タコ、おいちいって感じ。うん。ちょっと待って。大丈夫。大丈夫？